思います。個人としての目標を含めてどんなシーズンにしていきたいか聞かせてください。では前列から石原選手からお願いします。1年通して、自分が成長できればいいなと思ってますし、チームの目標でもあるタイトル獲得に一つでも貢献できるように、頑張っていきたいなと思います。チームの勝利のために、ピッチの上で、貢献できるように頑張っていきたいなと思います。そうですね、全試合試合に、絡んでいけるようにやりたいなと思いますし、チームと一緒に成長できたらなと思っています。Primeiro é o sucesso da equipa e a alegria de todos os adeptos e que a gente faça uma excelente campanha. Primeiro lugar da equipa e depois os meus objetivos. Mokyo としましては、まずはチームが、いい成績で終われることが、自分の目標でもありますし、でそれによって、たくさんのサポーターの方々の、いい喜びを与えることが、自分の目標です。シーズン通して、試合に出続けられるように、個人としては頑張りたいと思いますし、チームとして、昨年以上の成績を残せるように、期待を取れるように頑張りたいと思います。昨年の天皇杯決勝を見てて、僕自身もとても悔しさを感じたので、今年、タイトルダッシュという、目標がある中で、その目標に対して自分が最大限貢献できるように、常に努力し続けられるシーズンにしたいと思っています。照山選手、自分はこのシーズンが初めてのシーズンであり、早く少しでも早くこの環境に慣れて、チームとしてタイトルというところが目標にあるので、それに少しでも貢献して自分も早く J1 デビューをしたいと思っています。よろしくお願いします。まず試合に少しでも多く出ることが目標で、そのチャンスをしっかりものできるように頑張っていきたいと思います。では